私、行政情報番組まるっとつガイドです。ようやく夏の暑さも和らいで、日が落ちてからは涼しくなり、秋の訪れを感じますね。秋といえばスポーツの秋や食欲の秋、読書の秋といろいろありますが、皆さんはどの秋に興味がありますか？市内でもスポーツ大会や果物狩り、各地の図書館ではイベントも開かれますので、自分好みの秋を楽しんでみてはいかがでしょうか。それでは今回のまるっとつガイドの放送内容です。街の出来事では、8月23日金曜日に行われた八千穂育園と美杉中学校の交流会と、8月29日木曜日に行われた体験教室夏休みわんぱく学校おもしろ理科実験の模様をお送りします。心と体の健康について考えるコーナー、元気のツボ。今回は気管支喘息についてをお送りします。定例記者会見での市長からの発表の内容をお送りします。